我ら秘伝正規軍、忍道家ならしの修行チャンネルでございます。本日はですね、ちょっと普段の道場とは違う現代的なね、格闘技の道場にお邪魔してスペシャルなコラボをまたさせていただいております。じゃあ早速ね、お呼びしたいと思います。プロレスリングノアのキュービアカイト選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。すいません、はい、ありがとうございます。あのキューメ選手 の、ね、あのチャンネルでも今回コラボさせていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。そしてですね、本日はさらにさらにゲストお二人、もう早速お呼びしたいと思います。もうお二人ともどうぞいらしてください、はいはい、合気道の白川先生と太陽の加藤先生です。いやー、もうなんか言葉出てこないですね今回はですね、あれですね、秘伝正規軍ということで、はい、私がなんかね、ちょっとどっかに所属してた気がするんですけども、ちょっとそれはね知らないということで、秘伝正規軍ですね。で、なんか今回のテーマはですね、清宮選手にちょっといろいろとプロレスの魅力とかですね、あと普段のトレーニングを習ってみたいなと思いまして、はい、教えていただいてもよろしいですかね。もちろんです。あ、ぜひ。嬉しい。トレーニングって聞いてから私頭抜いてきましたよ。準備満タン。トレーニング興味めちゃめちゃあります。プロレストリーニング、あ、そうですか。プロレストリーニングついていける自信ないんですけれども、ちょっと教えていただきたいなと思いまして、はい、普段どんなトレーニングをされてるんですか。普段は、もう基本トレーニングをまず一番最初にやって、腕立て伏せ、腹筋、はい、背筋、あとは首のブリッジと、はい、あとスクワットと、もう全部基本のトレーニングをバッてやってからスパーリングでガーッと動いて、それでその後受け身を取って、あの練習としては終わりっていう感じですね。あー、すげー。もうそれがもう基本セットという形で、基本セットで、それプラスアルファでもオリジナルでいろんなことに、オリジナルでウェイトトレーニングやったりとか、はい、すげー。いや、もうなんかね、このノアのエースの選手、実際にね直接聞けるキャラがなかなかないと思いますので、はい、ちょっとじゃあその、はい、プッシュアップを、プッシュアップで、分かりました。なんかこう特徴的なやり方があるでしょうか。そうですね、まあ、基本的に普通にこう皆さんよくやる腕立て伏せっていうのがあると思うんですけど、はい、こう普通に腕立て伏せ、こういうのもやってるんですけど、はい、プロレスだとなんかこういうバーとかがあって、プッシュアップバーっていうのがあって、それでこうやって持ってこうやってやったり、はい、するんですけど、はい、全体的にこう全部一通り練習が終わって最後に締めでやる腕立てがありまして、はい、それが反り式のプッシュアップっていう、反り式プッシュアップ、はい、足をこう開いて、はい、もう自分の好きな、はいはい、もうでもどれぐらいでもいいです。でも大体足開いた方がやりやすいと思います、はい、これで手を前について、はい、そのままこう前に行ってで反る、おお、それで、はい、グッとこっちまで持っていくので1回ですね。他の時に反る時にちゃんとこの肘が地面につくようにこう、はい、これ全部ついちゃうとあれダメなんですけど、ギリギリつくぐらいを保ちながら上に持っていく。これで1回です。美しい、はい、でこれで逆バージョンもはい、あって、はいはい、裏っていうのもあるんですけど、裏は最初にこう反ってから戻って、これも肘をギリギリつけながらこっちに戻す。おお、はい、これが、こういう感じになります。すごい、すごい、美しい。先生方、じゃあ早速我々やらせていただいて、うん、ちょっとやってるところアドバイスいただくような感じで、うん、あ、そうですね、わかりました。ぜひぜひお願いします。お願いしても、はい、よろしくお願いします。ちょっと忍道家の修行チャンネルなんで、うんうん、厳しめに。あ、わかりました、はい、はい、
これはもう全身使う感じなので、はい、何回もやれば体がすごい温かくなる。はい、何回もできるかな。冬なのでいいですよね、はい、頭って、はい、節電効果バッチリです、ね、節電効果バッチリです。でも肩とか胸とかの柔軟性にもいいからですね。そうですね、スープレックスに活かすね、はい、足を結構開くんですね。足を開いていただいて、はい、はい、で、そのまままず体を前にするんですけど、その時に肘がなるべく下に行くように、あの肘がつくようにですね、うちの、あ、そうですね、センターアップです。これが下に、もうちょっと少し下に、はい、あ、そういう感じです。そのまま前にプッシュアップして反って、はい、上を見る感じです。あ、そうです、はい、はい、はい、それでそのままお尻を後ろに持っていって、グッと猫みたいな、はい、そうです、これで1回です。はい、大体これを、はい、もう30回やるんですよ、連続で。はい、30 やって、そのまま裏を30やって、はい、それが1回のトレーニングになりますね。はい、で10回いきますか。はい、はい、数15分数えます。お願いします。はい、お願いします。はい、1、もう少し肘を下につけれると思ってます。はい、23、4、白川先生も行くときに肘が下に切れると思います。はい、5、6、黙々と、7、8、9、10、 OK です。何気に足もなんか足きます。足の内も股が、はい、股がまた来ますね。肘の難しいですね、肘の背中が。そうなんです、肘を入れながらやらないといけないんで、なんか動物みたいな気持ちになって、ちょっと楽しいですね、うん、腰も気持ちいいし、すごい。いやー、僕はこれを、あと裏もあるので。あ、そうだ、裏難しそうですね。はい、一緒に裏もやるっていう感じで。ここはトラップめくんなくていいですよね、大丈夫ですか。トラップは、こっち、すいません、ちょっとどっかで見たことある。裏をじゃあ、はい、裏をいきます。はい、裏はちょっと難しいと思います、ね、最初の体勢の最初の体勢が、もう最初からこの、あ、はい、反りから反りから行って、ここから前に行くように、舐めるように、おお、舐めるように、ここから舐めるように、はい、10回です。行きましょう。はい、お願いします。お願いします。1、2、3、うわー、ごめんなさい。うーん、しまし、5、6、大丈夫だったっす。はい、7、すごい、8、お願いします。9、体重があるとこれ本当にですよね。はい、いやいや、僕一人有利ですよね。もう完璧にできたので、プロレスラーの凄さってやっぱ体重がありながらその有利ですね。重みもあって、そうだね、もうこれやってる時は無ですね。そうです、もう無で、はい、地面と一体になるぐらいの気持ちでもう、はい、なんか動物なってるんですよ。ちょっと四つん這いになって大丈夫ですか。はい、いや全然、はい、あの動画で使えるか分かんないですけど、ちょっと足も軽く上げていただいて、はい、ただこうやって見たかっただけなんですけど。動物みたいな。あ、でもそうですね、はい、すいません。でも先生、この手の付き方、カイドウになんか、あ、そうです、付き方です、付き方が、付き方が、すごいです。タイドウはほとんど常にずっとプッシュアップみたいな感じなので、こういうの楽しいです。伝統的な武術にとって、三連法って結構秘伝というか奥義の部分があって、なんか技は見せてもいいけど三連法は見せないっていうところもあるぐらい大事なんで、このプロレスのね、すごい三連法に教わってしまって、しかも、はい、GAC ヘビー級チャンピオンに教わってからって嬉しいですね。しかもそれを YouTube に公開してるっていう、はい、これちょっと価値をね、ぜひ感じていただきたい。三連法は本当秘伝ですよね、まあ、全く見せないですよ普通、はい、家でもできますね、はい、
冬だからいいですね、温まって。いや、温まっていいですね、うん、はい、というわけでどうもありがとうございます。ありがとうございます。まだあるんですよ、ね、まだちょっと帰ろうとしまった。次、結構でも、はい、これは本当に基本中の基本で、はい、あの僕が結構ずっと続けてるジャンピングスクワットなんですけど、はい、はい、ジャンピングスクワットはもう本当に、はい、僕ずっとやってまして、はい、体重が重くなったりしても、うん、あのその分負荷がかかるので、はい、ジャンピングスクワットでその自分の体調が分かるというか、できてるかできてないか分かるみたいな感じの意味があって、やってることは本当にシンプルで、はい、あの幅を決めたらそのまま前に飛ぶだけなんですけど、はい、そのまま飛んで踊る、これ1回でね、これを50回でやってますね。連続でこのままこういう感じで。連続きつい。はい。ふくらはぎもそうですね。うわぁ。これがもう本当に、あの、なんだろう。まあ、筋肉に効かせるっていう感じじゃないんですけど、もう全身運動で行って、はい、で、それ呼吸の上がり方とか、足の効き方に効かせるとか、そういう感じで。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとだけ、ぜひ、ちょっとだけ、はい、気をつけていただいて。やっぱりチャンピオンなので当然かもしれないんですけど、うまいですよね。動きが綺麗、うん、ですね。全部でもこれ基本のあのことなので、本当に、ね、あの脳に入ったら絶対にやることで、もう道場でこう基本で一番大事にされてるというのは。その基礎を積み重ねるとプレスになっていくってことですもんね。だから基礎大事だ。動画としてはやっぱりもうね、ぜひちょっと皆さんね、京美選手の50回に飛んで見てもいいですか。あの途中リターは、まあ、ありえるとは思うんですけど、はい、やっぱ志としては今日習った以上はやっぱり岩田海水やるっていうのが、いやー、岩田海水ある種だと体重も体の大きさも練習生みたいな感じですよね。あっ、いやー、本当にあのプロレス業界に欲しい。いやいやいや、その大きさはそれも本からですよ、自分。じゃあちょっとご紹介を目指して、俺でも自分も一緒にやらせてもらってもいい。あ、いいんですか。光栄です。光栄です。したらもう休めなくなったらどうしよう。忍術使って気づいたら人が変わってた。ああ、そうですね。別の人に。じゃあちょっとぜひお願いします、はい、お願いします、お願いします。どうぞ。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。いきます。はい、よし、リュウキリサン
これで秘伝正規軍の絆はバッチリですね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これで元日も、元日もバッチリですね。バッチリです。よろしくお願いします。体重ね、我々は軽いからですけど、確かにこの90キロとか、ね、平野選手ももう100キロですもんね。すげえ。100キロ背負ってやってるわけですもんね。いやー、まあでも、はい、本当に人によってかかってくる負荷も変わってきますし、多分それで距離とか自分で書いてみると、自分なりにきつさが多分分かってくると思うので。多分後で見てると分かると思うんですけど、僕だんだん距離短くなってきてる。そうね。大人に見てて、私はいつ抜けるでしょう。30回でなんか抜けそうな雰囲気が。そう。抜けそうな雰囲気が。ちょっとね、30回でやっぱ山が。ありますよね。心折れかけてるんですけど。はい。でも毎日あればもう全然すぐできるからね。すげえ毎日ない。いや、やっぱり教えていただいた以上はね、頑張って続けていきたいなと。ありがとうございます。